アスカ大仏社か三尊像、倉作りの鳥は、アスカ時代の都来系の仏師、技術者、名は鳥とも記される、聖はすぐり、芝立等の孫で、倉作りの多数名の子、アスカ時代を代表する仏師である。水古天皇十三年、水古天皇は、摂政の聖徳大子をはじめを初心に対して、共に誓願を立てること、一条六尺の近動物と、縫い仏を、 各一体ずつ制作を始めることを命じたが、その際に鳥は、造物の甲に任せられた。翌水古天皇十四年仏像は完成したものの、近道仏の高さが、願号寺の近堂の塔より高く、塔を破壊しないと堂内に入れられない問題が発生したが、鳥の工夫により無事に近堂に安置した。この功績により鳥は、王妃との関位に除せられるとともに、大見国坂田に、 水田二十丁を与えられたという。仏教の信仰に厚い一族であり、父のたすなは、陽明天皇のために酒田寺の混流を発願し、後に出家して、日本で最初の僧侶である特裁法師となったと伝えられる。蘇我氏と深いつながりがあったと見られ、大化の改新により蘇我氏が失脚するとともに、鳥様式の作品も見られなくなった。 法隆寺近藤本尊堂像釈迦三尊像が代表作。アグイ本尊の釈迦如来座像も鳥作とされているが、後世の補修が甚だしく、当初の部分は頭部の上半分、左耳、左手の指の一部のみとされていた。しかし、2012年7月に、早稲田大学の大橋一将らの研究チームが詳しく、調査を行った結果、 現存像の大部分は造流当初のものである、可能性が高いとの結論を得ている。その他、法隆寺等には、鳥様式と呼ばれる、同系統の仏像が現存する。中国北魏の仏像の様式の影響を受けた、古式の絵文や複製、安仁系の目、古式の美笑などに取り及び、鳥式の仏像の特色がある。また、鳥式の根動物の特徴として、 銅の厚みが薄く均一に仕上がっており、鋳造の際に中型の固定に使う鉄心を取り去っているなど、他の混動物に比べて卓越した技法が見られる。ありがとうございます。